なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者、第1章、魔王学院編、プロローグ、転生、第2話、ベルズゲードからの招待状、朗読を始めます。魔王学院の不適合者、プロローグ、転生、神話の時代、人の国を滅亡させ、精霊の森を焼き払い、神々すら殺して、魔王と恐れられた男がいた。名をアノス、ボルディゴードという。というわけだが、どうだ？玉座に座り、両腕を組みながら、魔王アノスは言葉を発した。それだけで波の人間ならば、イフを覚えそうな言霊だったが、今、彼の目の前にいる人物たちに限ってはその心配もないだろう。定められた宿命すら断ち切る、聖剣に選ばれし勇者カノン。あらゆる精霊の母である、大精霊レノ。そして、この世界を生み出した、創造神ミリティア。アノスを含め、世界の命運を左右し、後の時代に名を語り継がれるであろう4人の人物が、魔王城デルズゲードで一堂に会していた。話は分かった。おかしな条件でもない。だが、今更、和睦だと？勇者カノンが言った。その通りだ。魔王アノス。貴様はこれまで一体何人の人間を殺してきた？冷めた瞳でアノスは答えた。逆に聞くが、勇者カノン、お前はこれまで一体何人の魔族を殺してきた？カノンのセリフを、彼はそっくりそのまま返した。人と魔族、どちらが先に弓を引いたのか。今となっては知る術もない。いや、知ったところで今更過去が消えるわけでもない。きっかけは些細なことだっただろう。どちらかが、どちらかを殺した。そして、殺された方は復讐をしたのだ。あとはもうその繰り返しだ。殺されたから復讐し、復讐されたから殺す。憎しみは両種族の間で際限なく積み重なり、悲劇の連鎖は止められないところまで加速していく。人も魔族も、自分たちと違うものを忌み嫌うという意味ではそっくりだ。残虐の限りを尽くしたお前の言葉を信じろというのか？残虐でなければどうした？魔王アノスを恐れなければ、貴様ら人間は平気で魔族を殺す。正義という大義名分で、ほんのわずかな罪悪感すら覚えず、殺した人間を英雄とさえ称えている。魔族が残虐な行為を行うからだ。そうさせたのが人間だと言っている。魔族に一切の非はないというのか？戦争に正義も悪もないということだ。眼光鋭く、魔王アノスは勇者を眠つける。カノン、貴様ら人間は、魔王アノスを倒せば世界が平和になると信じて疑わないようだが、本当にそうか？決まっている。いいや、貴様は本当はわかっているはずだ。それがまやかしに過ぎぬことを、魔王アノスを殺したところで、新たな火種を作るのみだ。人間と魔族、どちらかが根絶やしにされなければこの争いは終わらない。いや、アノスはただ喋っているだけだ。しかし、絶大な魔力を有する彼がそうすることで、一言一言がまるで魔法のような強制力を有していた。たとえ魔族が滅びようとも、人間はまた新たな敵を作るだろう。次は自分たちとは違う精霊を根絶やしにすれば、自らを作った神々を、そして神々を滅ぼせば、今度は人間同士で争い始める。確かに、人には弱い部分もある。だが、俺は人を信じたい。人の優しさを信じたい。クックック、とアノスは笑った。勇者カノンは、随分と人が良い。彼は人間の醜さを知らないわけではなく、それでも人の優しさを信じようという勇気を持っているのだ。ならば、カノン、ついでに魔王アノスの優しさを信じてみるというのはどうだ？カノンはすぐには答えない。この申し出が本当なのか、疑っているのだろう。先ほども言った通りだ。世界を四つに分ける。人間界、魔界、精霊界、神界。四つの世界に壁を立て、千年は開かぬ扉を作ろう。千年もの間、関わり合いがなくなれば、互いへの怨恨も消え失せるだろう。この命のすべてを魔力に変え、貴様ら三人の協力があれば、それだけの大魔法も発動できる。平和のために死ぬというのか。魔王とまで呼ばれたお前が、勝手に呼んだのは貴様らだ。それに死ぬわけではない。手頃な器を見つけ、転生するとしよう。もっとも、
次に目覚めるのは2000年後だろうがな。カノンは黙り込む。しばらくして、彼は覚悟を決めたように言った。わかった、お前を、信じてみよう。自ら提案しておきながら、魔王アノスは驚きを隠せなかった。誠意を尽くして説明した。人間、精霊、神々にはデメリットのない証拠も見せた。残る問題は感情だけ、互いの間に積み重ねられた憎悪と怨恨だけだった。だからこそ、それは本当に勇気のいる言葉だ。彼が勇者と呼ばれている意味が、この時、魔王アノスにも初めて分かったのだ。ありがとう。すると、カノンはわずかに笑う。魔王に礼を言われる日が来るとは思わなかった。こっちも勇者に礼を言う日が来るとは思わなかったぞ。まっすぐ二人は視線を交わす。立場は違えど、その力と心の強さはこれまで互いに認め合ってきた。今、ようやく長い戦いが報われようとしている。では、すぐに始めよう。魔王アノスはゆっくりと玉座から立ち上がる。そして、目の前に手をかざした。その瞬間、城中に黒い光の粒子が無数に立ち上り始めた。いくつもの魔法文字が、壁や床、天井など、所狭しと描かれていく。魔王城デルズゲードはアノスが用意した巨大な立体魔法陣なのだ。この体が魔力の入り口だ。アノスは前に出て、無防備に体をさらす。最初に、大精霊レノが、続いて創造神ミリティアが、彼に手のひらを向けた。放たれたのは途方もなく真っ白な波動。まるで間近で見る星のようだ。無限にも等しき魔力の塊が、まばゆく輝いていた。いくら魔力を注ぐためとはいえ、それだけの量を無防備に浴びれば魔王アノスの体とて、ただでは済まないだろう。最後に勇者カノンが、聖剣を抜いた。転生の準備は？もう済んだ。来るがいい。パチパチと火花を散らすように激しい魔力の本流が、けたたましく耳をつんざく。この世のすべての魔力をかき集めたような大魔法の行使に耐えかね、魔王城デルズゲードが崩壊を始めた。カノンは床を蹴り、手にした聖剣を思い切り突き出す。魔力が込められ、真っ白な光と化した刀身がまるで吸い込まれるように、魔王アノスの心臓を貫いた。ゴフ。血がアノスの胸から滴る。彼の口元が赤く濡れていた。これで、待望は叶う。もううんざりだったのだ。戦うことに、この不毛な世界に、彼は飽きていたのだ。勇者カノン、改めて礼を言う。もしも、貴様が2000年後に生まれ変わることがあるとすれば、その時は友人として、ふ、と魔王アノスは笑った。さらばだ。光と共に彼の体は消えていった。2000年後、ある人間の家に一人の赤ん坊が生まれた。あなた、見て、生まれたわ。私たちの赤ちゃん。嬉しそうに、生まれた赤ん坊を抱える女性イザベラ。その傍らには彼女の夫のグスタがいた。かわいいなぁ。立派な男になるんだぞ。赤ん坊の方をグスタはつつく。あなた、名前を考えておいてくれた？ああ、名前は。グスタが口にしようとした瞬間だった。名はアノス、アノス、ボルディゴードだ。口をあんぐりと開き、目が飛び出るかと思うぐらいにむき出しにして、グスタとイザベラは驚愕の表情を浮かべる。ふむ、2000年といっても、一瞬だな。独りぼっちた彼は、驚いたままの夫婦に目を向けた。ああ、すまない。もしかして、転生する赤子を見るのは初めてだったか？驚かせてしまったが、この時代ではそなたたちの子供であることは変わりない。よろしく頼む。しゃ、しゃ、しゃ？夫婦は声を揃えて言った。喋った、ああ。転生した赤子が喋るのは当たり前だろういう顔をアノスは浮かべる。この体では話がしづらいな。少し成長するか。赤ん坊であるアノスの体に魔法陣が浮かぶ。途端に彼はすくすくと大きくなり、6歳相当まで成長した。とりあえず、こんなところか。ストン、と床に足をついたアノス。な、お、あ、え、あ、う。視線を向ければ、わなわなと震えながら、またしてもグスタとイザベラは驚愕の表情を浮かべている。そうして、声を揃えて言うのだ。お、お、大きくなった、ああ。
転生した赤子が聖鳥クルストの魔法を使うのは当たり前だろうという顔をアノスは浮かべていた。第2話、デルゾゲードからの招待状。転生してから1ヶ月が経った。その間、2000年後のこの世界を調べていたのだが、どうも俺が想像していたよりも魔法術式が低次元なものに退化しているようだ。まず人間は、転生シリカの魔法の存在すら知らないらしい。俺が生きていた神話の時代では割と一般的な魔法で、高位の魔法を使う人間ならば、転生することも珍しくなかった。しかし、今の時代、魔法の時代と呼ぶらしいのだが、転生する人間の存在は少なくとも世間には知られていないようだ。グスタとイザベラ、つまり俺の両親が俺のことをどう解釈したかというと、ものすごく賢い赤ん坊だと思っているらしい。生まれた時から喋ることができ、魔法の才能がある、といった具合だ。聖鳥クルストは今の時代では高度な魔法のようだが、それでもギリギリ一般に知られている。転生の存在が認知されていないのであれば、仕方のないことだろう。しかし、意外だったのは俺が人間の子供に転生したことだ。2000年前に、俺は自らの種をまいておいた。魔法を使い、自らの力七人の配下を生み出し、その配下に眷属を増やすように命じたのだ。転生には自分の血を引く器が必要だからだ。俺の思惑通り、2000年の間、魔王アノスの血は絶えることがなかったようだが、しかし、人間にまでその血が混ざることになるとは思わなかった。いや、魔族と人間が争いを止めたと考えれば、混血が生まれるのも自然なことなのかもしれない。なんだかんだ、この俺も心のどこかで魔族と人間は相入れないものだと思っていたのだろう。血とせ、人と魔族は壁によって分断され、その間に互いの禍根を薄めていき、やがてなくした。その証拠に、人間は魔族のことをあまりよく知らないらしい。両親にも聞いてみたが、やはり疎いようだった。魔族という種族が遠く離れた壁の向こう側にいることは知っているようだが、それ以外の情報は持っていない。もっともここが魔界、つまり魔族たちの国であるディルヘイドから遠いこともあるのだろう。ん？目の端にわずかな魔力の流れを感じた。俺は窓を開く。すると、一匹のフクロウが部屋の中へ飛び込んできた。放り投げられた手紙が俺の手に収まる。それは、招待状だ。魔王学院デルゾゲードと記されている。魔王学院？デルゾゲードは俺の城の名前だが、魔王学院というのはついぞ聞いた覚えがない。2000年の間に作られたのだろうが、一体なんだ？俺が疑問に思っていると、部屋に飛び込んできたフクロウが口を開いた。デルゾゲードは魔魂を育成するための学校でございます。暴虐の魔王の血を引く者、すなわち魔族の中でも、王族に位置する方々をお迎えし、立派な魔魂となってもらうために設立されました。暴虐の魔王、か、懐かしい呼び名だが、俺のことだ。あの頃は魔王アノスと呼ばれることの方が多かったが、後世に語り継ぐには二つ名があった方が良かったのかもしれないな。暴虐の魔王を始祖とし、その魔王の始祖に最も近き者を魔魂として君臨させるのが魔王学院の役割です。あなたは始祖の血を引かれるお方、故にデルゾゲードからの招待状をお持ちいたしました。魔王学院への入学をお待ちしております。始祖の血を引いているというか、俺がその始祖なのだがな。まあ、俺の力あふれる特有の魔力痕跡をたどってここまで来たのだろうが、使い魔にそれ以上の深淵を覗くことはできないか。転生したということは、一見して俺の体に流れている始祖の血は薄まっている。もっとも、豆で注意深く分析すれば、それがすべて魔王アノスの血が変化したものだとわかるのだが、今年は魔王の始祖が転生される年とも言われております。それがわかっているということは、俺が転生する日を、今日まで語り継いだようだな。今年、魔王学院へ入学予定の生徒は、すでに混沌の世代と呼ばれているほど有望なものが揃っております。その中には、始祖の生まれ変わりではないかと目されるものが何人もおります。魔王の始祖が変えられた暁には、デルゾゲードはすべての魔族の歓喜で賑わうことでしょう。なるほど。つまり、転生した俺を探すために、魔王学院があるというわけだ。ならば、出向かないわけにはいかないか。それにその有望だという混沌の世代の魔族たち、俺の子孫をこの目で見ておきたい。確かに招待状は受け取った。
始祖の血を引かれるお方のお越しを心よりお待ち申し上げております。フクロウは飛び立っていった。さて、そうと決まれば善は急げだ。デルゾゲードへ赴くとなれば、この姿ではいささか不都合だろう。成長クルストの魔法を使う。体が光に包まれ、俺の体は16歳相当まで成長した。まあこんなところか。自室を出て家の玄関へ向かう。今は真夜中だ。父さんも母さんも寝ているから、抜け出すのに支障はないだろう。そう思って俺は玄関のドアに手をかける。誰？後ろから母さんの声が聞こえた。ふむ、しまったな、起きてたか。しかも成長したこの姿では俺だとわからないだろう。ともかく説明してみようと振り向いた。アノスちゃん、また大きくなったの。母さんは俺の顔を見るなりそう言った。よくわかったな。そりゃわかるわよ。ちょっとぐらい大きくなっても、アノスちゃんはアノスちゃんだもの。魔王とまで呼ばれた俺がちゃんつけされるのはこそばゆいが、まあ何度言っても治らないので気にしても仕方がない。こんな夜更けにどこに行くの？外は危ないわよ。転生したとはいえ、今の俺が彼女の息子であることには変わりない。見つかった以上は、黙って出ていくわけにはいかないだろう。母さん、魔王学院って知ってる？母さんはわからないと言った風に小首をかしげる。知らないわ。どこにある学校なの？ちょっと遠くて、ギルヘイドにあるんだ。そんな遠くの国にある学校が、どうかしたの？招待状が届いたんだ。入学しないかって、行ってみようと思ってる。ダメよ。そんな遠くの学校、危ないわ。だってアノスちゃんはまだ1ヶ月なのよ。いや、1ヶ月って言われても。確かに生まれてからは1ヶ月なのだが、転生者を赤ん坊扱いされても困る。とはいえ、転生の話は全く信じないのだ。何せ母さんは魔王の間の字も知らない。ディルヘイドなんて、そんな遠くまで、お母さん行けないわ。近くに魔法学校があるから、そこじゃダメなの？魔法学校じゃ学ぶことなんてないよ。それに、俺一人で行くから母さんはついてこなくて大丈夫だ。ダメよ。言ったでしょ。アノスちゃんはまだ1ヶ月なんだから。そんな歳で一人暮らしなんてさせられないわ。お金はどうするの？それぐらい自分で稼ぐ。どうやって？世間はそんなに甘くな。俺の手のひらに魔力が集まり、そこに金塊が生み出される。え、嘘。これ、魔法で作った偽物じゃない。本物だわ。母さんは鑑定士を生業としているため、貴金属の鑑定は得意だ。それを見れば、俺に金を稼ぐことが容易なことぐらいわかるだろう。アノスちゃん、これどうやったの？こんな魔法、お城の賢者様でもできないわよ。母さんの驚きようは相当なものだ。それはそうだろう。城の賢者といえば、その国でも1、2を争う魔法の使い手だ。いくら人間とはいえ、こんな魔法も使えなければ、神話の時代では真っ先に死ぬことになったものだが、どうやら随分と平和な世の中になったらしいな。この世に実在するものを作り出すのは創造魔法の基礎だよ。母さん、架空の金属、ミスリルやオリハルコンを作り出せてようやく初級だ。魔王アノスにとっては慈悲に等しい。これで少しは俺が転生したことを信じてくれればいいのだが。いくらすごい魔法が使えたからって、ダメよ。それにほら、アノスちゃんは自分のことをアノスって言うぐらいなんだから。いい？大人になったらね、自分のことは名前で呼ばないのよ。ちぃ、論点そこか。だいたい、魔王学院って何なの？何をお勉強するところ？どうしたものか。力ずくで行くのは簡単なのだが。よしな、イザベラ。家の奥からやってきたのは父さんだ。男が決めた道を、引き止めるもんじゃない。だけど、あなた、アノスちゃんはまだ1ヶ月で、それに魔王学院なんてよくわからないし。男子3日会わざれば、刮目してみよ、と言うだろう。アノスはもう1ヶ月だ。だったら、10倍は目を開かないとな。ま、父さんそんなに目は大きくならないけどな。あ、うん。そう、この1ヶ月、一緒に暮らしてみてわかったことがある。母さんはすごく心配性で、父さんはちょっとおバカなのだ。父さんはわかってるぞ、アノス。魔王学院って言うぐらいだから、
魔法使いの王様を育てる学校なんだろ。アノスは魔法が得意だから、それを極めたいと思ってるわけだ。大体合ってる。大体。本当は全然違うのだが、そういうことにしておこう。行ってこい、アノス。力強い口調で、俺の背中を押すように父さんは言った。いいのか？父さんはこくりとうなずく。ただし、俺たちも一緒に行く。何？子供が決めた道なら、それを応援するのが親の役目だ。と言っても、お前は1ヶ月だ。まだまだ若い。父さんに心配されるほどじゃないが。ちっちっち、と父さんは指を立てる。わかってないな、アノス。いいか、子供が旅立つとな、親が寂しいんだ。お前は生まれたばっかりだからな。寂しさもここに極まれりってやつだ。わざわざ難しい言葉を使う父さん。背伸びをしない方がいいのに、と思う。なあ、イザベラも寂しいよな。うん、こんなに早く大きくなっちゃうなんて、思いもしなかったから、ごめんね。アノスちゃんは多分、神様にすごい力をもらった神童なんだと思う。だから、お母さんのことなんか邪魔だって思うかもしれないけど、もうちょっとだけ、一緒にいてくれないかな？さすがに、言葉に困る。転生する前、俺に親はいなかった。母は死んだ。父は死んだのか、俺を捨てたのか、わからない。少なくとも、俺は両親と話したことすらなかった。だから、どうというわけではない。だが、寂しいなら、仕方ないな。そう言うと、母さんはパッと顔を輝かせた。よし、決まりだ。早速引っ越しの準備するぞ。なあに、心配するな。父さんは鍛冶職人だからな。どこへ行っても食うには困らないさ。そんなこんなで、家族三人でディルヘイドへ引っ越すこととなった。次回は、魔王学院の不適合者。第3話、弱すぎる子孫。第4話、実技試験。高評価、チャンネル登録、お願いします。